お疲れ様です。おお、またかよお前前の動画でなんか1ヶ月とか後とかって言ってましたよね、寺岸さんでやるの。あ、まあ今年これで俺は最後だな。じゃあまた何ヶ月かの動画で会おうか。だいたい1ヶ月じゃねえか、1週間だから。1週間でしょ1週間。結果的にあの来たの1週間後っす。おー、だから今日ちゃんとあの差し入れで。差し入れこれだよこれこういうのを持ってこんと。メロンソーダメロンソーダ持ってきたんで。おお、まあこの間の飯動画、はい、ラーメン伸びちまったじゃねえか。それっすか。もう同じこと言うぞ、もう。やまびこだ。やまびこ。まあ、次の職人飯はラーメンやめましょうか。いや、やめよう。で、今日は、下塗りっすか。もう今日は下塗り終わって。あ、終わったんすか。終わった。じゃあ今これ何やってんですか。いい回目はあるよ。ガラガラかかるって、これ。想像以上に難しいっていうのを聞いたんですけど。想像以上。好き。好き。あの、で、凹凸がですか。うん。予定を何日で終わらせるみたいな感じだったんですか。予定、まあ予定1日で中塗りいけるかなと思ったんだけど、はい、いけねえいけねえ、全くいけない。半分もいけんて。これは、まあ、2日予定ぐらいですか。2日だね。今日と明日で1層目が終わりゃ、はい、いいかなぐらいですか。いいかな。残りの散歩はこれじゃないもんでさ、普通のやつだって終わっちゃうけど、はい、余裕、全然スピード違うわあいつ一人にやらしてるけど、はい、終わってくるて俺まだこれやってるてむしろあの寺木さんが手伝われる側になっちゃいます。そうとそう、ね、あいつね取ったんじゃねえのっていうふうに言われるね。実際どうやって塗ってるんですか今。あ、どうやって塗ってるんですか。いや、あのブカブカのローラー、はい、ブカブカのローラーある程度入れて、はい、で、入らんとこハケで拾っていくんだけど、はい、だけどやめた、それ。あ、やめたんすか。やめたやめて今どうしてんすか。バチバチに飛ぶでよなんかめっちゃ飛んでます、そんなへんだろ。だってバチバチに飛ぶでやめた。もうこれでやっとるて、もうローラーで。おお、ローラーでやっとるて、もうこれもう地道にこれ入れて、はい、あ、ハケでおお、ハケで入れてよ。ハケで入れて地道にだと これだよ、これ入らんのだよ、これ。え、こういうところこそあのあれの出番じゃないですか。ちょっと前の動画でやった、なんだあれか、例のバチャンか。バチャン待って、バチャン、これバチャンやるとよ、もうバチャン何回もやらない、入らんてネタが切れる、材料にかないか。えねえ、早いですねって、いや、いっぱいこぼしたんでって言ってあ、それはありがたいっていうねまあやったら怒られますけど。もう封印したわね。あ、封印したんすか。封印した。永久封印ですか。あ、永久封印。いや、永久には封印した。え、どっかで解禁する。どっかでまたやったんだよこうやって地道にやっとるで、地道にやってちょこっとやったらもう休憩こうやって休憩メロンソーダ飲みながらっすか。うん、あいつ何しに来とんだっていう休憩任せなんかっていう。予定いつ何日見てるって言ってましたっけ前回。8日ぐらい見てる。8日今のペースだとどんな感じですか。いや、あの他は早いよもう、はい、これ正面覗けば、はい、もう明日には割り終わってくるで。あ、終わってきます。うん、で明星バラして、はい、トイとか塗ってけって。だけどここがまだ、ここが一番時間かかるかかるって感じ。雨戸とかあるで、はい、早くやりてんだよこっちも。あ、あとそうっす、寺木さん、あ、ちょっと小耳に挟んだんですけど。何だ。なんか寺木さん個人の倉庫に泥棒が入ったっていうのを聞いたんですけど。泥棒？はい、結構前の動画で、うん、なんか寺木さんの倉庫で喧嘩したら寝てるみたいな、奥さんと喧嘩したら寝てる。あれ誰だ、あんなでっち上げお前ら、あれ俺お客さんにも言われたんだマジですか。マジになんて言われたんですか。あれ倉庫で寝とるって本当に寝とんのっていうもんで、ね、寝てるんですか。寝とるわけねえや寝れるかあんなとこで。まあその例の倉庫になんか泥棒が入ったっていうのが。ああ、泥棒だろう。ちょっと聞いたんですけど。俺のグデ玉がグデ玉グデ玉がグデ玉ん？グデ玉取られたんすか。グデ玉取られたあの、いっぱいやったあれ1個ねえなと思って。あ、1個だけ取られたんですか。いや、全部ね全部ねなんでグデ玉だけ。他には何か取られてなかったんですか。道具は取られてない。え、道具取られてないんですか。取られてない。大体ペンキ屋の道具なんて
もうしまうと思うよ。じゃあなんでグデ玉だけ取られてるんですか。グデ玉がなくなってる。グデ玉だけ取るってそんなことありえます。うん、でメタルキングはあるんだって。え、それ自分でどっかに移動させたとかじゃないですか。多分カメラマンが。え、違いますよ。僕寺岸さんの個人的なあの倉庫の場所知らないですから。いや、旧カメラマン。旧カメラマン。いや、さすがにそれは旧カメラマン。あの場所知っとんの旧カメラマンって社長しかいねえかよ。じゃあ社長持ってたんすか。いや、社長持ってこうとしとったでよ。はい。え、でも鍵かかってるんですよね。かかってねえんだって。え、かかってないんですか。かけてねえの。じゃあもう誰でもウェルカム状態。おい、出かける。この間あのシャッターも閉め忘れてよ、帰ってきたら、あれシャッター開いとるかねっていう。あの話変わるんですけど、寺木さん。おお、話待ってくれ。実習生、あの今年いっぱいで帰るって言ってたじゃないですか。帰る。そうなるとまた一人に戻るわけじゃないですか。そう、一人になる。なんか新しくなんか弟子とかって取らないんですか。あ、おれば取るよ。おればね、取るやつはいかんぞ。実習生以外にってことですか。そうそうそう。え、じゃあ寺木さんの弟子になりたい場合どこに連絡すればいいですか。俺だから。あ、直接ですか。おお。でも直接連絡しようがなくないですか。インスタやっとるぜ。あ、インスタやってるんですか。もうやってねえ。嘘ばっかり。勢いで嘘。インスタでもツイッターでも何でもいいよ。男がいいんだって。いや、ないやってないのに。やってねえのに。あれ、あいつ嘘言いやがったなっていう風に。結構コメントとかにもたまにいたりするんですよ。何を。寺岸さんの弟子になりたいですっていうのは。本当に。はい。でも地方だろう。まあどこかはわからないですけど。え、でも本当にやる気がある人だったらいいってことですよね、寺木さん。うん、いいよ。え、ね、年齢とかはなんか制限あったりする。別にね、そんな。いくつでもいいですか。いくつでもいいで。あ、自分より上でもいいですか。上でも別にいいよ。まあ上は多分やりづらいと思うよ、向こうが。そういう。下に頭下げるのってなかなかできんでしょ。多分近場のやつだったらもう特に連絡してくるでしょ、会社かなんかに。まあ、でも地方でもやる気がある人は多分すっ飛んでくると思いますけど。すっ飛んでくるよね、量あるっすか。足場のメンバーも本当に2人新しく入った人、地方だったの、東京から来てるんで。あ、嘘、また入ったの。今2人新しく入ったんですよ。いつ入った。あの松田さんと、その後にあの9月の頭ぐらいから1人入ってるんですよ。マジか。はい。で、その人も確か東京から出てきたかなんかで。東京多いな。なんで本当にやる気がある人たちはどこだろうと多分すっ飛んでくるんで、まあ、鹿児島から来たもん。あ、広島なんだか鹿児島なんだか誰か来たよな。あ、いましたいました、誰か確かいました。なんで そんなやる気のある人は会社か、うん、YouTube のコメント欄であのさすらいの冒険家にコメント返してもらえれば。ああ、でもいいよ、返しとるちゃんと。条件を一つ挙げるとしたら絶対にこれだけは守ってくれみたいなのが。まあ免許あるやつかな。免許は免許、普通免許でいいんですか。普通免許でいいで。まあ、そこが絶対条件みたいな。まあ絶対条件じゃねえけど、はい、まあできればあったほうがいいかな。できればあったほうがいい、うん、それ以外は別に特にって感じですか。特にねえな。やる気さえあれば、うん、ということらしいんで、あのぜひ寺木さんの弟子になりたい方は。で、解くときは解くっていいよ。ちゃんと事前連絡入れてくれってことですか。すいません、今日これ痛いですよって。それで許されるっていうのも面白い話ですけどね。今日飛びてんのか、もうしょうがねえなって。明日は飛ぶかって。そろそろ締めましょうか。そろそろ別れた。いつもの宣伝を。俺何も宣伝しねえで。いや、マッチングと、まあ、マッチングと求人道場の宣伝を。俺らお前くげえな。お前がちょっとしつこいな、お前。求人道場ガリキとそれでマッチング、マッチング。テロップがポンって出てると思うんで。出てる。はい。まあ興味のある人はやってもいいんじゃない。で、あとはですね、寺岸さんの弟子募集中です。弟子か。考えたことなかったけどな。あ、自分が弟子持つみたいなことですか。一人が気楽だもんねって。ああ。のはあったけどね。まあでも実際誰かとやるとやっぱ早いもんな。まあ単純に人数プラス1ですもんね。うん、まあ、なんで知識はなくてもやる気さえあってちゃんとついてこれる人ならみたいな感じですよね。ああ、そうそうそう。じゃあ寺岸さん、締めの挨拶お願いします。何を。締めの挨拶と寺岸さん流のというか、最近あれ見てないですね。何を。変態仮面スタイルを。スタイル、いや、もう封印したって。え、なんで封印したんですか。封印したって。いや、仮面が壊れた。え、マジですか。じゃあまた明日の動画で会おうか。明日の動画ですか。明日の動画で。はい、取りに来いよ絶対。